何かプレゼントをするとかどうだろう。自分が送った髪飾りとかつけてくれると嬉しいかな。この前のデートではそれはなかったですね。神山さんがくれた髪飾りなら喜んでつけますけど。喜んでつけてくれるの？プレゼントですから誰にもらっても嬉しいだけです。いろいろな場所を回っていよいよクライマックスですね。みんなを驚かせるようなシーン、強い愛情を表現するにはどんなシーンが。そうだな、押し倒すとかそれはやりすぎか。こうですか。クラリス、あまり見つめないで、恥ずかしいです。こういう時は髪を見つめるものなんでしょうか。押し倒すって初めてで、これで合ってますか。この後はどんな言葉をささやけばいいんですか。今は私だけを見て。こうですか。恥ずかしいです。お願い、キスして。もうこれ以上は。あなたを愛。もうダメ。押し倒すってこんなに恥ずかしいんですね。まあ普通は男が押し倒すんだけどね。忘れてください、いっそ死んでください。でも今の流れいい脚本になるんじゃないかな。ドキドキして何も覚えてません。もう早く出て行ってください。うわ、わかったよ。それじゃあ